まずは22分のシーンになります。嵐かわしてからのこのシュート、まあ、本当に3枚でこう常にこう1対1の局面でね、はい、3トップがこうこういう形で作ってましたけど、そこに例えばこの切り込んだところにサイドバックが絡んできて、はい、サイドに数的優位を作ったりとか、中央でくさびのコンビネーションを作ったりとかね、くさびからの攻撃を作ったりできたらとよかったんですかね、はい、そしてこれが先制点のシーンになります、うん、まあもうここは説明するまでもないですね、はい、本当にみんな同じ勢いを上げてますよね。松井のアシストでイエブダが決めました。ここはクタドゥ、また松井に戻したかったんですね。いいボールでしたね。そうですね、ナイスアシストですね、はい、そして35分、トゥールーズ、エルマンダーのこのシュートはプレーが止めました。まあ、一つやっぱりこのエルマンダーの使い方ですよ、はい、前半はこう前半に前線に張ってましたけども、うん、後半はちょっとツートップ気味だって少しトップ下みたいな形でね、あ、はい、まあ、点も取れるしこう、まあ、万能タイプというかパスも出せるしね、はい、そして後半ですが、この62分、失礼、51分のルタレックのこのシュートですね。今度はトゥールーズになりますが、これがリフレクトしてゴールへと吸い込まれていきました、うん、で2枚にしたことによってこういう関係ですよね、はい、そこに元両サイドの嵐だとかマンサレが絡んでこれるとかね、はい、途中から入ったマーティンが絡んでこれるという形を今後さらに期待したいですね、はい、同点に追いついたトゥールーズ、そしてここは松井のフリーキックからでしたけれども、ルタレックのヘッド枠を捉えることはできませんでした。そしてこの終了間際のトゥールーズ、決定的なシーンでした。フリーでリューズでした。これはゴロのシュートしたかったですよね、同サイドに。やはりああいうところで決められるチームかどうかっていうのは、これ今乗ってるチームか乗ってないチームかっていうことに遠藤さんなってくるんですかね。そうですね、あのやっぱり単